藤原氏、藤原氏は、藤原を、氏の名とする氏族。略称は、当氏。藤原鎌刈をを外する神別氏族で、飛鳥時代から、藤原は孫生を称した。近世に至るまで多くの公家を排出したほか、日本各地に支流がある。千二百年以上もの間、帝心の一大勢力であった。の代表的なものの一つとして、源氏、平氏、 立花の氏と共に、源平、藤立花、四世と総称され、その筆頭名門氏族である。中富の鎌谷が、大化の改新の功により、天智天皇に賜った藤原の姓が、この藤原富人の代に認められたのに始まる。鎌谷が中富の氏の出身であるため、祖は中富の氏と同じく、雨の小屋根の命と伝える。奈良時代に、南家、 北家、四季家、京家の四家に分かれ、平安時代には北家が皇室と隕石関係を結んで石棺政治を行った。藤原氏の一族は奈良時代から平安時代までは本生の藤原を称したが、鎌倉時代以降は生の藤原ではなく、この絵、高塚さ、九条、二条、一条などの名字に相当する仮名を名乗り、公式な文書以外では、 藤原とは名乗らなかった。これらを合わせると、特に朝廷における比率は圧倒的であり、地方に散った公営なども含め、日本においては皇室、及びその流れを組む原平などに次いで大きな広がりと歴史を持つ家系でや、江戸時代の朝廷において大臣就任の資格を持つ上位苦業十七家系、設計、政画家、大臣家のうち十四家系が、藤原や、 残り三ヶ系が源氏であり、徳川をはじめとした主要武家の多くも、源平や藤原流をしていることを合わせると、江東と藤原家の二つだけの血流が、支配階級をほぼ独占するという世界でも稀な状態であった。藤原氏の祖である中富の鎌足り、藤原鎌足りは、中の大江の王子、天智天皇と共に、木の富の変から大下の改心に至る。 初改革に携わった。その後死を目前にしたとき、天智天皇から、それまでの功績を称えられ藤原アー姓を与えられたとされる。藤原の名は、鎌谷の記事、大和国高市軍、藤原、後の藤原家地帯、玄嘩市原市にちなむ。通説では、鎌谷の子である富人がその姓を引き継ぎ、以後、富人の竜が藤原アーと認められたとされる。他方、 この時に与えられた藤原の姓は鎌谷一代のものであり、後に改めて鎌谷の遺族に藤原阿蘇の姓が与えられたとする説もある。この見解は鎌谷の死後中富野氏死を率いた右大臣、中富の金が人身の乱で大友も子、公文天皇型について敗北し処刑されたため、乱とは無関係の鎌谷流も一時水亡の危機を迎えたことを一因とする。 乱平定の後、天武天皇十三年、六百八十四年に発色の生が定められた際には、阿孫を与えられた五十二子の中に、藤原の生は登場せず、鎌足の嫡男である不人を含めた鎌足の一族は、中富の連、後に朝と名乗っていたとする。そして、日本初期に鎌足没後最初に、藤原が登場する翌天武天皇十四年、 685年9月以前に、鎌谷の遺族に対して、改めて、藤原阿尊が与えられその範囲が定まられた、とするものである。いずれにしても、当時不人が、まだ若かったこともあって不人以外の生員にも、藤原阿尊が与えられ、鎌谷の一族であった、中富の大島や中富のおみま鎌谷の娘婿でもあるが、不人が成長するまでの中継ぎとして、暫定的に、 宇治の神、宇治の神についていたと見られている。後に、不ひとが成長して、頭角を表すと、藤原氏が大上官を、中富野氏が仁義官を了承する体制とするため、文武天皇2年、698年8月、鎌足の嫡男である不ひとの家系以外は、元の中富の姓に戻され、中富のおみまろは、 中富の姓に復帰後に不比との推薦で中納言となり、その七男の清麻呂は右大臣まで登った。そのため、以後はこの子孫が中富の氏の着流とされて特に大中富阿孫と称されるように言った。平安時代以降になると、他の中富の氏も大中富氏を名乗るようになるが、清麻呂の系統が着流であることは変わらず、藤並家として道場区下に列する。 自当天皇松年頃に、少宗官僚であった藤原不富人は、文武天皇元年、六百九十七年八月に、自当天皇の上位により即位した、京御子、文武天皇に、娘の藤原宮子が夫人となっており、中央政界に対等する。これと同時に、藤原孫生の名乗りが富人とその子孫に限定されており、不富人は、鎌谷の後継者として認められて、 藤原氏イコール不人屋が成立する。藤原不人は、下付の駒まろらと共に、大法律量を編纂して、律量制度の確立に貢献した。さらに宮子が、首巫女、後の聖武天皇を産むと、巫女の皇宮にも娘の孔明氏、後の孔明皇后を入れて、天皇の隕石としての地位を確立した。文武天皇以降、天皇のほとんどの皇、妃が、藤原氏の娘となる。 なお、不人の首相について、幸福寺演技には、公やけさくるところのことありとあり、これは不人が、天智天皇のご楽院であることを意味するとされる。大鏡、苦行部人、尊貴文脈にはその旨が明記される。不人の死後、外孫である首巫子、聖武天皇が後位につくと、不人の男子である、むちまろ、ふささき、う マロの藤原四兄弟と天武天皇の孫である長屋、王羅皇族を中心とする一派の対立が、新まていった。七百二十九年、天平元年、長屋王の変が起こり長屋王は自害する。これは、藤原四兄弟が、自分たちのいぼいもとで天皇の日である、藤原光明子を、史上初の皇族以外出自の皇后に立てるため、反対する長屋王を残言により落とし入れた。 陰謀事件であったとされる。なお、光明氏の立候によって、藤原氏の地位が向上することは、藤原氏を母方の実家とする、聖武天皇にとっても好都合であることか、天皇の意向を受けた政変であったとも返される。藤原四兄弟は、それぞれ、鞭丸の南家、佐々木の北家、馬会の四家、マロの京家の四家に分かれ、藤原四家の祖となった。 731年、天平3年、役人たちの投票によって4兄弟全員が犠牲感に上った。これは、藤原氏が単に高級政策のみならず、不費と以来律令編纂に関わってきた実績をもって、官僚組織を掌握していったことの証でもあった。この中で、狂気は最も振るわず早々に、政治の舞台から姿を消すこととなる。737年。 天平九年、天然島の大流行で藤原四兄弟が相次いで病死する。それを受けて、立花処刑、玄坊キビマキビらが藤原氏の突出を抑えようと努めたが、光明皇后の信任を得た、南家、藤原中丸、ム内マの子の対等により抑えられた。中丸は七百五十七年、天平法事元年には、処刑の子、 立花ならマロも排除した、立花ならマロの乱。中丸は、独裁的な権力を振るうが、後見上皇の長愛を得た道京が台頭し、764年、天平法治8年の藤原中丸の乱で廃止した。藤原中丸の失脚で、藤原氏は沈みがちであったが、四季家の藤原義継、桃川や北家、藤原長手の尽力で再興する。以降は南、 北、四季の三矢が競い合うが、やがて清掃や一族の反乱で、南家、四季家は平安時代前期には衰退し、北家が最も栄えることとなった。平安時代中期以後は藤原北家のみが栄えた。藤原義久は、聖和天皇の外籍となり、人身で初めての摂政となった。そして、義久の養子、もともまた、 傭税天皇の外籍として、摂政と関白を務めた。皇室と隕石関係を結んで他史の敗籍と権力増強を行う路線は、代々引き継がれ、842年、上和9年、上和の変から969年、安奈2年、安奈の変に至る一連の事件で、藤原北家の他史敗籍が完了する。藤原道長、寄り道不死の代になると、 摂関政治の最盛期を極めた。平安後期になると、藤原氏と隕石関係を持たない上皇による院政が始まり、さらに憲兵両子の武家政権と移行するにつれ、藤原氏の県政は後退した。ただし、その後も江戸時代末期に至るまで接生。関白は豊臣氏を除き、藤原北家のこの系統に限られていくようになる。藤原北家以外で関白となったのは、 豊臣秀次ただ一人、秀吉は、藤原秀吉都市とし人間であり、御設計以外からの摂生は、例がない。鎌倉時代に入ると、藤原氏の着流は、この絵や、高塚佐や、九条家、二条家、一条家のご設計に分立した。ご設計が交代で、摂生、関白を独占し続けで、区芸社会では一定の影響力を持ち続けるが、政治の中枢とは隔絶し、 明治に至る。五折家以外にも、三条家、西園寺家、官院や、火山の院や、三子左屋、四条家、果十寺や、日野家、中身角家など数多くの支流、諸流がある。また、公家の他に、北家の藤原道兼の子孫の宇都宮支流や、同じく北家の藤原長家の子孫の那須支流、同じく北家の藤原房崎の子。 藤原ウオの子孫の藤原敏人、藤原秀里からは多くの武家も輩出した。その他、著名な藤原姓の人物に関しては、藤原氏の人物一覧を参照。特に摂政、関白については、摂政、関白の一覧を参照。現在の研究では、庶民の名字は、明治初めにもともと先祖伝来のものを戸籍に載せた場合が多いと、される。 また、藤原氏の公家書家は、平安末期、鎌倉時代以降、公式文書以外で、藤原を使わず、この絵、九条、高塚佐、二条、一条など、各家の名称を名乗り、維新後もそれを名字とした。現代の藤原氏は、親類やゆかりのある人間と考えられている。真議はともかくとして、明治の元君では、大久保利道が、藤原阿村、利道、 大村松次郎が藤原阿蘇栄美と公文書にかばねと意味名を記載している。現代の藤原氏の家紋も下がり藤である。藤政会として年一回秋頃に全国の藤原氏の末裔が奈良市の春日大社に集合し、親睦を兼ねた会合などが取り行われている。藤原氏由来とされる名字の代表例を以下に示す。十六等から、 以下の16の名字の総称、読みは、等、または、同、人口の多い順。16等以外で、藤原氏由来とされる名字、藤を等と読まない場合もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。